森保ジャパンの10番に仰天情報だ。サッカー日本代表は1日に行われたカタール W 杯アジア最終予選サウジアラビア戦、サイスタ、で MF 南野拓実、27イコールリバプールの先制ゴールなどで 2-0 と快勝し、7大会連続の本大会出場へ王手をかけた。強敵との大一番で躍動したストライカーは、注目された混沌の移籍市場でひとまず残留を決断。それでも引く手あまたで、スペインの超名門も今後の獲得を視野に動いている。首位サウジアラビアとの天王山で南野が意地を見せた。0対0で迎えた前半32分、MF 伊東純也、ゲンクが快速を飛ばして右サイドを突破すると、ゴール前へクロスを入れる。ボールを受けた南野が左足で冷静に決め、日本に待望の先制点をもたらした。二次予選では7試合連続得点をマークしたが、最終予選では嬉しい自身初ゴールとなった、南野の一発で試合の流れを引き寄せた日本は、伊東にもゴールが生まれて 2-0 と完勝。敵地で予定される次戦の3位オーストラリア戦、3月24日、会場未定、に勝てば W 杯切符を獲得する状況になった。チームを勝利に導いた南野は、最終予選でまだ点を奪えていなかったことに、そこまで気負っていたわけではないけど、やっぱりチームのために貢献したい気持ちがあった。どんな形でもゴールはゴールなので決められてよかった、と値千金の一撃に充実感を漂わせた、大一番で輝いた日本の10番は、驚きのビッグチャンスをつかむ可能性も出てきた。所属するリバプールではリーグ戦での出場機会がほとんどなく、序列は依然として低いまま。混沌の移籍市場で退団も囁かれ、イングランドプレミアリーグのリーズやフランス一部モナコといった強豪クラブが獲得に動いたが、結果的に残留を決断。ただ、その裏で南野へ強い興味を示しているクラブがあった。スペイン一部の名門、バルセロナだ、南米メディア、トラスパソスフットボールは1月の移籍市場が開いた後に、バルセロナが南野拓実を取るための交渉を開始した。リバプールは金額を引き上げようとしているが、後ろ向きではない、バルセロナの、シャビ監督は彼のことを好んでいる、と指摘。スペイン代表 MF としても活躍したレジェンド指揮官の要望で、世界に名だたる名門が南野の獲得に動いていたのだ、混沌の市場では実現しなかったが、夏に再びバルセロナがアタックしてもおかしくない。この動きについて、海外組選手を担当するある代理人はこう見ている、南野はプレースタイルも含め、スペインで評価されている。バルセロナは財政事情もあって大物路線ではないし、即戦力のお買い得物件を狙う傾向がある。南野の獲得も十分あるのでは、昨季終盤に強豪セビリアが具体的なオファーを準備するなど、南野はスペインのクラブからも熱い視線が継がれている。世界屈指の強豪リバプールでは、出場機会が少ないとはいえ、公式戦18試合6ゴールとそれなりの結果は残した。ましてバルセロナは新型コロナウイルス災いなどでの収入減により、財政難にあえいでいる。そうした中で南野は、お手頃価格で手に入れることができるだけに、再度触手を伸ばすことは十分あり得るという、実現すれば、固有元であるスペイン一部レアルマドリードへの復帰がされる MF 久保建英、マジョルカとクラシコで夢の日本人対決も浮上してくる。今後も日本の10番の動向から目が離せない。